の川崎選手がレッグサイドに入ってきた。56秒916はクラス2番手、大久保選手にコンマ5秒届かず、現在クラス2番手であります。ギャラリーコースに再び力がインゲート出ていきます。
さあ、田中選手がちょっと前進してきましたが、前進してきて、
から今ゴールタイムは1分58秒511。タイムダウンでありますが、特に変わらず。57秒847。西浦選手は2秒上げてきましたが、クラス2番手。タイムは1分58秒160。ちょっとエンジンの吹けが悪いような気がしますが、エンジン不調でありましょうか。さあ、そしてクラスが変わります。 S3 クラス、まずはトップバッター、ゼッケン26番、今福和彦がスタート。